こんにちは、窪塚洋介です。映画「ファーストラブ」で真壁蒲門役を演じました。僕のファーストフォトは、自分が撮ったってことですよね。でもやはり蒲門と一緒で家族の写真だったような気がします。でもはっきり覚えてないけど、きっと子供の頃に父が持っていたカメラとか、当時まだパチカメみたいなのがあったんで、そういうので撮った家族の写真だったと思います。子供の頃に覚えてるその思い出っていうのが割と写真のイメージで残ってることが多くて、っていうのはうちの父だったり母だったりが作ってくれたアルバムを見て、自分が写ってる写真を見て、その自分が覚えてるような気になってるというか。でも実はそれはその後に写真を見て、その写真を覚えてるだけだったりすることも多々あるような気はするんですけど、でもそれも含めて、なんかこう思い出なのかなというか、その時の思い出っていう感じにはなってるんだけど、なんか自分の人生のこう転換点になった、一番最初にお世話になるった事務所に送った写真を、うちの親父が、俺がまあ中学ぐらいだったんですけど、卒業した頃にまだ制服着て、で近所の海の三浦海岸の海に撮りに行って撮ってもらった写真とかは、まあなんていうか自分のターニングポイントになるような写真ではあったんで覚えてますね。どうして？ユキが話したい時に話してくれればいいと思った。自分の先を歩いてるような、こう達観したというか、そういう人なのかなと思います。そうですね、ガモンみたいに振る舞えんのかって言ったら、そこまでなんていうか至ってないようなことも多いと思うけど、でもそうありたいとは思いますね。ちょっと親戚みたいな感覚があって、頻繁に会わないんだけど、すごく僕のことも分かってくれてるし、僕なりに堤監督のことをこう分かってるつもりでいるというか、で、あの人の持ってるセンスだったりとか、インテリジェンスだったりとか、そういうものはすごく刺激だし、同時に癒しにもなってるような人なんで、なんていうか大好きな監督の一人ですし、僕をこう世に出してくれた監督の一人でもあるんで、すごく久々の再会で一緒に仕事ができて嬉しかったです。ファーストラブ、2月11日より全国公開となります。ぜひ東宝シネマズでご覧ください。娘のカンナ被告は父親である直人さんの胸を包丁で刺して殺害したと見られています。次の仕事のことなんだけど。ああ、本書くって言ってたよね。肘山カンナ取材したいと思ってるんだ。下手に手を出すと怪我するよ。動機はそちらで見つけてください。あの子はくせ者だよ。心が読めない。ここから出してください。普通です。普通の親子です。お父さんも刺してなんかいません。なんでカンナさんを信じてあげないの。そんなこと言いましたっけ。私、真実なのかそれが。彼女の内面に何が起きていたかを知ることが一番大事なんです。どういう状況で彼女パニックになったの。本当に人を好きになったことはあるかって質問の後。絡まってほどけない。ユキには分かってたんじゃないの。あの子には自分に似てるところがある。ユキって呼ぶのはやめて。幸せを願う。やめてください。私の気持ちなんかわからないくせに。悪いのはあなたじゃない。明かされていく過去の記憶。なぜ彼女は父を殺さなければならなかったのか。被告人は無罪です。あなたの心を殺した。ユキは誰かに傷つけられたのかもしれないって。優しかった。初めて好きになった人でした。その相手を突き止めて話を聞いてみたい。ファーストラブ、触れてはいけない閉じ込めた愛の記憶。